自民党が最も汚いことをやり続けてるってことはもう皆さん、うすうすは分かってることなんですよね。で、結局その裏金っていう部分を着服していた。で、その、えー、未記載であったりとか、まあ、結局自分の金にしてた。おそらくこれ選挙の時に金配るとかね。そういうことに使ってたんでしょう。おそらくね。この四閣僚の更迭とかそういう問題じゃないですよ。もうとっとと自民党にはもうやめてもらうしかないんですよ。国民には一切キックバックせんと自分らだけ。この状況なんで本当にもう、なんだろうな、あの、 万死に値するとかっていう言葉よりも、もう本当にもうそんなやつは死ねばいいのに自民党のこの疑惑についてどの、どのようにこう考えていらっしゃるのかということと、まあ、これで国会は閉会しますけど、まあ、捜査の進展など、状況を見つつ、あのー、閉会中にどのようなあの対応をなり、与野党政府に求めていくか、もしお考えがあれば教えていただけますでしょうかえっとこのタイミングで国会を閉会するってこと自体がありえないわけですよ。 で、これだけのスキャンダルが紛失しているにもかかわらず、自民党側が出してきたとんでもない法案ってものが、ついでに通っちゃってるんですね。これだけのキックバック要件といいますか、あの、ある意味でこの裏金を着服して、というようなことが、えっ、ー、と、大々的に報じられるというような状況の中で、どうして政権の出すとんでもない法案に対して、これを本会議まで持っていかせるのかと。 最も悪いのは当然、えっと、自民党ですよ。最も汚くて、最も卑しいやつらが自民党なんですけれど、一方で、えっと、それに対して徹底的に戦うという姿勢を示さない野党っていうのも、私、問題が大きいと思います。例えばですけど、国立大学法の話ですね。えっと、彼らは職権で、ある意味で数の力でこれを、えっと、成立させるというあの方向に動いたんですけれども。 当然これは、あの、数の力でね、あの、委員会を動かせるし、本会議にも持っていけるもの。で、数が少ないっていう意味では、野党にとっては戦いづらい場面ではありますけれど、どうして体張って止めないのって。やり方を教えただろ、前の。前の国会でやり方を教えただろって。一人でもやれることあるって見ただろっていう。まあ結局何かしたら、体張るってことさえもやりたくないんですよ。それを、視聴者であったりとか、有権者に見られたときに、 ネットの中で叩かれるのが耐えられないっていうような、非常に狭い世界で政治やってくれてるってことですね、本当と勘弁してほしい。今こそ、えー、多くの国民に共感してもらえる場面を、えー、これは国会の力ではなく、報道の力であの提供されたようなものなんですよ、ある意味で。これだけの汚い金がうごめいていて、えー、ポップもないないしてますってことを大々的に報じてくれたわけだから。やはり、えー、それをきっかけに 今、通そうとされている、ある意味での国立大学の民営化。大資本たちによって、そういうような、えー、国立大学を私物化されてしまうような法案に対して、体を張ってでも止めるっていう気概を見せる場面だったんですけれど、残念ながらそんな動きさっぱりなかったですね。彼らは職権で、職権で立てて、このままでは強引に通されてしまいますみたいな、実況中継いらないんだよってことですよ。そんな感じですかね。<laughs> だから今の国会が腐りきっているってことに対して、最も永久戦犯は誰かって言ったら、もちろん自民党ですよ。でも、等しく他にも永久戦犯いるってことを忘れないでいただきたいってことですね。まあ、おそらく同じぐらいのボリュームで民主党っていうのも、私は解滅するべき者たちだろうと、保険証を配信するんじゃない、自民党や、えー、それをえっと手助けしてきたような野党も解滅するべきだと、そっちを配信するべきで、保険証は残すべきだということを申し上げたいです。 岸田総理が安倍派をあの閣僚から一掃するという方針を持っていらっしゃるようです。で、清、まあ、和会っていうのはあの、すごく私の中では印象悪かったので、まあ、それもいいかなと思うんですが、同時に、あの財政に関して、緊縮傾向が高まってくるのかなというようなあの予感もしております。それにつついいいて、おお考えをお聞かせたただきたいのが一ですね。えそして 次が野党第一党との違いというところで言えばあの山本代表は円安のメリットというのも明らかにされていらっしゃいますよね。 で国内製品の価格競争が、まあ、あの今までよりも勝てるようになったりとか、それによって産業が国内回帰する、経済成長はしやすくなり、えー、雇用や賃金が改善するといった面があると、でこれに関してあの、まあえー、円安に関してすごくあの問題だ、問題だと言ってるあの立憲民主党というの今がありますので、えーと、この辺ですね、お考えをも,、えー、ともっと明らかにあの教えていただきたいなと思います。 ありがととうございます、えー、ますえっ裏金着服に関して、まあ、安倍派を閣僚から一掃だという話なんですけど、まあえー、っと誰のおかげで総理に慣れてると思ってんだみたいな声も聞こえてきて、結局、あの関係の薄そうな、パーキンが売れなかったような若手とかは残すみたいな話になってません <laughs> <laughs> そういうことらしいですよ、<laughs> バランス取るってことを、えー、っと思ったみたいですね、最初焦ったんでしょうね。 なので、もう、いっそうだってことになったんだけれども、えっ、ー、と、やっぱり自分の足元を考えた場合に、その裏金を着服してる奴らも自分を支えている一人であるってことに、やっぱ行き着いたんでしょう。なので、そういうような、えっ、ー、と、なんだろうな、軌道修正をなさったということですね。だからフルモデルチェンジってわけにいかないよなっていうことだと思います。まあ、そのことに関しては私は別会社のことでもあるし、あの、なかなか、えっ、ー、と、想像するしかないので、 これ以上お話しすることは難しい部分でもあるんですけれど、で、えっと、円安の話ですね、結局、日本が景気悪かった時って、基本は円高基調なんですよ、やっぱり。で、結局、円高ってことになったら何になるか、円安っていう時はどういう状況なのかってことですね、円安だからいいんだ、円高だから悪いんだ、円高だからいいんだ、円安が悪いんだとかっていう,ような話って、その本質を見ていないことになります。どっちがいいかじゃないんですよ。 その程度の問題でもあると思いますけれども、じゃあ今円安ですって言われた時に何を見なきゃいけないですかってことです。プラスになるという人たちもいるし、マイナスになるって人たちもいる。じゃあ今の円安という状況を受けて、えー、例えばですけどマイナスになる人たちに対しては国がちゃんと支援しなきゃダメだよねってことなんですよ。で逆もそう。 円高ってなる場合には、えー、マイナスになるって人たちに対して、しっかりと、えー、そこはカバーしなきゃいけないよねってことになっていくってことなんですね。例えばですけど、円高と円安のメリットってものを見ていこうか、メリット、デメリットってことですね。メリット見ていきましょうか、円安のメリットなんですか、生産者、労働者は外国製品との価格競争で有利になる、国内回帰をしていくってことが、一番これあの、やった方がいい時期になるわけですよね。国内での生産力っていうものを強化していくようなチャンスになるわけですよ。 産、産業の国内回帰が起こりやすくなっていくわけですね。ただし、これはデメリットがあって、消費者にとっては、やっぱり入ってくるもの、外から入ってくるもの、高くなるわけだから。ガソリン、食べ物とか、いろんなエネルギー、食料。これ、価格がどんどん上がってたわけですよね。だから、ここを下げるとか、肩代わりするっていう国の政策が必要になるんです。円安の時に困ることは何ですか消費者に対して打撃がある。もちろん事業者に、事業者も打撃を受ける場合があります。 そこは国がちゃんと減税をしたりとか、補填をしたりという形で応援しなきゃいけない。一方で、海外から入ってくるものが高くなるってことは、国内での、えー、これは優位性が高まるわけですね。だからそれを、えっと、最大限に、この供給能力ってものを拡大していく必要がある。だから産業の国内回帰が一番適した状況であるって言えるのが、円安の時であるわけですね。 で、一方、皆さんが今、円安ってことで踊らされて、円高ということを、えー、渇望されてる方も多いと思うんですけれど、じゃあ、円高のメリットって何ですかっったら、消費者は輸入品が安く買える。今とは逆になるってことなんです。でも考えていただきたいんですよ。安いものが大量に海外から入ってくれば、国内で同じものを作ってる人たち、これ潰れるんですよ。当然、競争で負けちゃうんですよ、これ。つまり、国内企業が、これ、どんどん、えー、淘汰されていく可能性が高まっちゃうわけですね。 勝負にならなくなるからってことです。円高っていう時には消費者にとっては輸入品が安く買えると嬉しい話なんだけれど。けれども一方で生産者。で、生産者のもとで働いてる、この労働者にとっては価格競争っていう部分で負けちゃって、仕事失ったり賃金が安くなるっていう、ものすごくマイナスの点があるってことを忘れちゃいけないってことなんです。例えば産業の空洞化が起こるみたいなこと。過去に日本がそうなってきましたよねっていう話ですよね。 経済成長しにくくなり雇用や賃金が悪化していくっていう円高にはデメリットがあるねって。だから何かって言ったら、どっちがいいんだって話じゃないんだ。程度の問題なんだ。そして、今その状況にあるときには、どういう施策を人々のために打たなきゃいけないのかってことなんです。円安の時にはどうですか消費者大変ですね。海外から入ってくるものが高いです。じゃあ、その分国が肩代わりしましょう。例えば、消費税を廃止にするとか、悪い物価高が収まるまで給付金を出すとか、 そういう形で、えー、より負荷がかかったものの、えー、その肩代わりを国が行っていく、その期間は。一方で、えー、産業の方では、これは拡大するチャンスなわけですね。そういったところにも、えー、例えば、海外に出た企業に対して、こう減税と合わさって、えぇ、ー、回帰していくようなことを推し進めていく。逆にそれをやっていけば、雇用っていう部分が厚くなっていくわけですね。なので、あいつらは円安を、えぇ、ー、令和新選組は円安っていうものを歓迎して、 で、えー、人々を苦しめようとしてるみたいな、もう、盗作したようなことを言ってる人たちいるんですけど、大きな間違いなんですよ。そうじゃない現実を見ろなんです。今の社会状況、経済状況に合わせて政策を打っていくっていうのが政治の役割なんだから、今、円安ですって言われるときには何をしなきゃいけないかって言ったら、私たちが言ってるような政策を打たなきゃダメなんですね。はい、そうだと思います。で、まあ、ああの、立憲民主党、立憲民主党っていうか、その民主党的な人たちが言ってる金利を上げろとかね。 いうような話っていうのはもうお話にならないっていうか、逆に言ったらもう経済語らない方がいいよっていう,いう話だと思います。予算に関わらない話はものすごく頑張ってらっしゃる方々多いんですよ。で、やってること正しいこと多いんですけど、経済は絶対任しちゃダメ。間違ってるもんだって。はい。 山本代表にお伺いします。あの先ほどあの途中までちょっとお話になっていたんですけれども、首相がえとその明日4閣僚の更鉄をあのする方針で、えー、と先ほどあの会見で明日速やかに人事をするというふうに表明しました。このえと更鉄についての評価と、国会があの閉幕しまして、警察の捜査が本格するとみられますが、あの裏金問題の,その実態解明について何が重要かお考えをお聞かせください。 難しいですね、まあ、4閣僚の鋼鉄ってことですけど、まあ、もう自民党が最も汚いことをやり続けてるってことは、もう皆さん、薄々わは分かってることなんですよね、で結局、その裏金っていう部分を着服していた、でその、えー、未記載であったりとか、まあ結局自分の金にしてた、おそらくこれ、選挙の時に金配るとかね、そういうことに使ってたんでしょう、おそらくね。 よく地方の、えー、地方自治体での選挙とかであるっていう、お弁当を配られたそのお弁当のところに1万円挟まってたとか、1000円入ってたとか、そういうようなことの原資になるものですよね。いわゆるこれ、広島とかで総理からですって渡されたようなお金の渡され方が全国各地で行われてて、だから政治は金がかかるんだってことで、プールしておく必要があったんだろうっていうような想像です。はい。私たち、裏金を着服するような裏金もございませんのでね。<laughs> うんて ううんうん言いましたけどね、今、まあ、えー、まあ話戻ると何かっつったら、この4閣僚の更鉄とかそういう問題じゃないですよおそらくね、もうこれ、もうとっとと自民党には、もうやめてもらうしかないんですよ。で、問題は何かっつったら、自民党もひどいんだけれども、この自民党を、えー、と表面的には反対をしながら、えーと、自民党がやりたいことをソフトに応援しているような立ち回りをしてきたっていうような、反対の立場ではあるけれども、結局、採決にも応じて、体も張らずに、えー、やってきたっていうような。 あの問題は与党,にかか与党にこれは限られないんだっていう、今の日本の永田町のこの苦しみですね、与党も野党もろくでもないという状況を考えたときに、やっぱり非常に頭が痛い問題なんですけど、まずはやっぱり、一番ひどいやつらが権力を握り続けているということに関して、そこをやはり下ろさなきゃいけない、ひつり下ろさなきゃいけないっていう一番のテーマですね、そう考えると、4閣僚だけを交代させていいのかって言ったら、 まあそういう者たちを任命してきたっていう、そのご本人がまずやめられることだろうなというふうに思いますね、本当は。で何よりも、えっ、ー、と百歩譲ってね、この裏金を着服してっていうような自由になる金を増やしていってたっていう政治家たちが当たり前のように野放しにされてる世界が、ここ永田町であるというような前提に立つ、要は政治家は汚いもんなんだろうっていう、当たり前のことがあったとしても。 その一方で、その国に生きる人々に対して、しっかりと手厚くやってくれたり、底上げしてくれたり、みんな苦しんでないかってことを気を使ってくれてるんだったら、まだ政治はそんなもんだろうっていうふうに、一定はちょっとなんかこう、気持ちをね、なんだろうな、あの、まあ、政治は金がかかるし、もうそういう汚いこともあんのが政治なんだろう、権力闘争だしなっていうふうに、なんか思えたりする人たちいるかもしれないけど、国民には一切キックバックせんと、自分らだけ。 この状況なんで、本当にもう、なんだろうな、あの、万死に値するとかっていう言葉よりも,も、本当にもうそんなやつは死ねばいいのにって言ったら、まだあの大石さんがもう一回怒られる、それ死ねウジの方ですね<え>っていう、漢字はウジの方ですね。他非の方じゃないですかみたいなことをね <laughs> うう、言われたっていうのは過去もありますけれども、はい、あのなんだろうな、そんなところです。あの一言でまとととめられない少ない少くとも安倍派切って終わりとか はありえないと思いますねぜひあのメディアの皆さんにも四角量公鉄して終わりで安倍破切って終わり、えー、報道終わりみたいな風にならないようにぜひ追求していただきたいなと思いますやっぱり癒着っていうことで言うと2つ今回今年明らかになったんですよやっぱり今回のその裏金っていうことで経団連はじめ財界との癒着によって政策歪めてきたもう法人税の減税もう消費税の我々の原資を えー、それこそ着服して、消費税、あ消人税減税を続けてきたわけですよね、そして2つ目の癒着は、やっぱり統一教会ですよ、これもずっと言われてて、やっとこのご1年、いろんなその委員会でも私も質疑に立ちましたけれども、この癒着によって政策がやっぱり歪んできた、これ、ずっともう30年、あの選択的夫婦別姓、えー、実現してませんし、LGBTQ 含めて、地方の,そのジェンダーの条例は潰されてきたりとか。 子供庁が子が家庭庁になったりとかかしてるわけですよねだからこうしたこう癒着絡みのお、癒着にまみれた自民党政権そのものが、お金の面からも、人権の面からも、もう徹底的にふさぎりきってるということが、今回、明らかになったわけですから、一緒にメディアの皆さんもとことん追跡をしていきましょう、お願いいしますいやだから、まあ、リクルート事件だ,け、ね、だ,だからっていうのは、どっからのだからになりますか。あ リクルート事件の後も、ロッキードの後も、結局自民党は勝ってるんだよね、そこなんだけどね。そうなんですよ、だからいくら汚いことやっても勝ち続けてるんですよね。<laughs> それで、まあ正直な話、投票率なんか上がらないわけよね。<laughs> それについいてどう思いますか、本当の話。 えっとね、もう政治って汚いものなんだろうって、もう関わりたくないわっていう気持ちが、もう今、極まっちゃってる状態だと思うんですよ。先ほど言われたようなリクルートからもうずっと勝ち続けてるじゃねえかよ、自民党がって。もちろん政権交代とかあったとしても、結局はもう一番はもう自民党ですよね。勝ち続けてるって。で、だからそういうことがあるたびに、やっぱり人々の心から政治が離れてっちゃうっていう。人々が政治を手放すんですよね。でも、人々が政治を手放す。 と何が起こるかって言ったら、逆にその悪いことやってもいいっていうことが強化されていくんですよ。監視の目が薄れるからってことですね。一方で、その監視の目が薄れれば薄れるほど、奴らはより好きなことをやっていく。先ほど、えっ、ー、と、くしぶち共同代表だったり、大石共同代表の方の話あったけれども、結局これは、えっ、ー、と、企業に対して金と票をいただき、で、政策を売り飛ばすっていうことをずっと続けて国内壊してきたわけですよ。 で結果、どうなってるかって言ったら、人々の首が締まってると、賃金下がるとで、将来見えないと、不安定な働き方だっていうのがどんどん増えていったら、もう政治のことなんて見る余裕ないですよ。ある意味でネットでニュース流れてきたとしても、その一番太い字で書かれてるとこだけでもう世の中分かったっていうような情報の多分捉え方になっちゃいますよね。何かしらそれで変えられるとかっていうようなこと、思いませんよ。だって目の前のことで精一杯だし。 で、そんな汚い奴らだったり、無茶苦茶な奴らに構まってる暇があるんだったら自分の時間大切にしたいとか、一日働いて疲れたっていう、その残された時間、やっとほっと息一息つけるっていう時に、そんな奴らに関わるようなことに時間費やしたくないって思うの普通ですよ。でもここがあの悔しいところで、その気持ちが強まったら強まるほど、社会は壊れる速度を加速させていくという方向に行っちゃうってことですね。 申し訳ないんですけれど、社会を壊してきたのは自民党だけじゃないっていうのが私の考え方です。これは与党と野党の合作なんだなって。国会っていう、えー、職案にすがりつきたい奴らがシャンシャンにすると、居心地のいいクラブを維持するための活動なんだっていうのが私の率直な感想です。だから旗揚げしなきゃダメだなって思ったんですよね。私たちだけの力、つまりは、えっと、ここにいるメンバーであったりとか、スタッフであったり、支援者の方々と、 やっぱり4年で1議席が8議席になったっていうのは、これ、中田町の中では多分異常なんですよ。でも、ここからさらに数を増やしていかないと、この野党っていう部分に対しての影響、これ与えられないんですよね、与党はもちろんのこと、野党の中での影響力っていうのを強められないんですよ。野党の中での影響力を強めないことには、自民党との一騎打ちに持ち込むときの強い政策であったり、強い姿勢っていうものが、やっぱり生まれないと思うんですよ。 ペラッペラですもんね、なんか。押したら倒れるような戦い方しかしてないから。まあ、今回のこの裏金着服問題っていうのがもう爆発的にこう報道されてっていうことで。で、その裏で、えー、国立大学の民営化っていうものをもう簡単に通しちゃってるわけでしょ職権で立てたとかいろんなこと言ってるけれども。だったら体張って止めろよって。これだけの大きな問題が報じられてるときに体張って、他でもやばいことがあるんですってことを、野党が戦ってる。 体張ってでも国会を前に進ませない、委員会で採決なんかさせない、本会議も開かせないってことをやり続けたとしたら、これは政権としてはやっぱ首締まりますよ。少なくともこの国立大学法人の法律は諦めなきゃいけない、今国会を流さなきゃいけないっていう状態が生まれるはずですから。それもやらないのかって。で、不信任案出しますどうやみたいな。はあみたいな話ですよ。 戦い方としてあることだから、それもやればいいんだけれど、でもそれでなんかこう、最後は決まったな、みたいな、そんな雰囲気醸し出されても困るんやでってことなんですよ。ほんま腹立つわ。っていう、あの、ごめんなさいね。一有権者としての怒りと、で、もう一つは冷静な政党代表としてのですね、私の立場というものもございますけれども、まあ、そんな感じです。